はい、こんにちは。整体院テイム法の谷内です。今日はですね、小顔矯正は危険、小顔矯正は危険という話をさせていただきます。なぜこの話をするかというとですね、最近ですね、結構ですね、こう無茶な要望というかですね、その小顔矯正を勘違いしているというか、ちょっとですね、古代広告に騙されてしまっている方が非常に多いです。はい、というのもですね、実際小顔矯正では無理なですね、要望をされております。で、多いのがですね、この顔の縦の長さをなんとかしてくれっていうのと、あとはこの頬骨をこうグッとね、こう、縮こめるというか、幅を狭くしてくれっていう依頼が結構多いです。で、実際のところですね、そういったことができるように歌っているですね、ホームページでね、書いている業者もあるんですけれども、実際のところその縦の幅とその頬骨の幅ですね、その骨の幅自体が、ぐっと縮まるっていうことは、ないです。はい、ちょっとですね、頭蓋骨用意したんですけども、はい、これ見ていただいてですね、もうここはもう顎の骨からですね、頭があります。これがですね、こう押さえたからといってですね、こうガッとこうなるっていうことはまずありません。はい、で、他にもですね、この頬骨の、これですよね、この頬骨の筋肉、骨ですね、胸骨ですね。この胸骨がですね、こう、こっちにこういってですね、グッとなるっていうことは、基本的にはないです。はい、そのビビたるですね、この頬合面ですね、こういった頬合面の動きはありますけれども、その一般の方がね、思われているようにグッと縮んで、なんていうんですかね、隙間が埋まって、なんか一回り小さくなるっていうことは基本的にはありません。はい、実際ですね、そういった謳い文句をしている業者にですね、小顔矯正をやられて、非常にその後腫れただとかね、もうなんかこう頭が痛くなったとか、頭痛が起きたってことですね、首痛いとか、結構、聞きます。その何て言うんですかね、医学的に言うとこの頭蓋骨がこう何て言うんですかね、縮こまったりっていうのはないんですよね。なんせですね、この頭の中には脳が入ってますから、この脳みそですね、頭蓋骨っていうのは脳みそを守ってます。なんでこの頭蓋骨がですね、そんな簡単にですね、こうギュッとなったらですね、脳みそ潰れちゃうんで、そういったですねことはありえなくなってるんですけど、そういう業者でね、働いてるスタッフっていうのは、バイトが多いんですよね。要はですね、資格も持ってないですね、ただの素人なんですよね。そういったこと、子たちっていうのはもう知らないもんですから、その言われた通りにですね、その頭蓋骨が動くと思ってですね、無理やりやっちゃうわけですよね、ぐっとね。そういうですね、力任せにですね、ただただ頭蓋骨を押してしまうと、頭痛だったりね、腫れちゃったりっていうことが起こってしまいます。はい、なんで、今回はですね、小顔矯正は危険ですよ、みたいな話をさせていただいたんですけども、そういったですね、無茶なですね、小顔矯正っていうのは結構巷にも転がっていますんで、これをご覧のあなたはですね、気をつけていただいたらなと思って、今回の話をさせていただきました。はい、もう一回繰り返しになりますけどもですね、はい、この頭蓋骨がですね、ガーンってなるっていうのは、基本的にはありません。はい、それをやると非常に危険です。はい、腫れ上がってしまうので、もう絶対にやめてください。はい、いいお店を探してですね、ぜひ小顔矯正でね、すっきりとした顔を楽しんでいただければと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。それでは失礼します。